皆さん、J リーグから中東のリーグに移籍すること、ステップアップという要素。おでも、ステップアップって言葉ってさ、なんか、トゲしかない感じするよね。その、元のクラブがじゃあ、ステップしたなんかっていう話ださ。なんか、うん、それによって得してる人実はいないんじゃないかというか、もう選手本,選手本人になるのかな。ステップアップって言って,言,うと言ってる方が気持ちいいみたいな感じになるもんね。うん、だからあんまり、プレミア、あの、 正直な話、微妙なサッカーしてるプレミアのクラブと、めっちゃいいサッカーしてる J リーグのクラブだったら、そこの間で取引されたら、プレミアでね、金あるからステップアップってなるけど、それはなんかその、資本主義的な考え以外ではステップアップなのかみたいなあるじゃん。うん、だから、どうでもいいんじゃないぐらいな感じですけど